こんにちは第一種電気主任技術者の平です今回は電験算子の試験直前の確認テストとして、数学の確認問題を5問出題します。最初に1問目は、複素数に関する問題です。まず、括弧1は、a プラス jb イコール c プラス jd の方程式が成り立つとき、a および b が何に等しいかを答え、 次に、カッコ2は a プラス jb の絶対値の式を答える問題で、最後に、カッコ3は c プラス j d 分の a プラス jb の絶対値の式を答える問題です。では、動画を止めて解いてみてください。では、回答に移ります。最初に、カッコ1の答えは、複素数の相当条件から、 A イコール C、B イコール D となります。次に、カッコには、ルート A2 乗プラス B2 乗で、これは、右図の複素平面の A プラス JB の点と、原点 O との距離に対応しています。最後に、カッコ3は、複素数の絶対値の性質より、C プラス JD の絶対値分の A プラス JB の 絶対値とすることができるので、ルート C2 乗プラス D2 乗分のルート A2 乗プラス B2 乗またはルート C2 乗プラス D2 乗分の A2 乗プラス B2 乗となります。では次のサイドに移ります。次に2問目は三角比に関する問題です。問題の内容は表に記載されているサイン コサイン、タンジェントの値を答える問題です。では、動画を止めて解いてみてください。では、回答に移ります。まず、サインは、上から、0、2分の1、2分のルート3、1、2分のルート3、マイナス、2分のルート3となり、次にコサインは、1、2分のルート3、2分の1、0、マイナス、2分の1、マイナス、2分の1となり、最後に、タンジェントは、 0√3 分の 1√3-√3√3 となりますではこの公式を間違えない方法の一例を紹介しますまずサインのうち30度と60度の値についてサインは0度から90度にかけて増加していくためサイン30度の方が小さいことから1分の2と覚え同様にしてコサインは0度から 90 °にかけて減少していくため、cos30° の方が大きいことから、2分のルート3と覚えると間違いにくいです。次に、120° 度の各三角比の絶対値については、180°-60° にして、60° 度の絶対値を比較すると一致し、同様にして、240° についても180度、180°+60° にして、 60度の絶対値と比較すると一致します。なお、300度については、180プラス120度にして、120度の絶対値と比較すると一致します。なお、サイン及びコサインの符号が、プラスかマイナスかの判断については、右図のような波形を覚えることや、単位円,円を使うなどの方法があります。ちなみに、タンジェントについては、 値を忘れた場合 c o s ンシータ分の s i n シータから値を求める方法もありますでは次のサイドに移ります次に3問目はフェーザーズに関する問題です問題の内容は図のように a ドットを基準として b ドットが120度遅れまた a ドットと b ドットの大きさが a の時の a ドット -B ドットの絶対値を求めさらに a. ドットに対して a.-b. ドットマイナス B ドットは何度進んでいるかまたは遅れているかを答える問題ですでは動画を止めて解いてみてくださいでは回答に移りますこの答えはカッコ1がルート 3a カッコ2が30度および進むです。では、各事項について求めます。まず、図において、-b ドットをび、a ドット、-b ドットはこのようになり、a ドットを含めた3つのベクトルで三角形を作ります。ここで、a ドットと -b ドットが辺となっている辺のなす角度が120度で、また、 A ドットと B ドットの大きさが等しいため二等辺三角形になることから A ドットマイナス B ドットと A ドットのなす角は30度となりまた位相は進みとなります次に三角形に波線の補助線を引いたとき青矢印の長さは三角比より2分のルート 3A となるため赤矢印の長さが ルート 3a となることから a ドットマイナス b ドットの絶対値はルート 3a となります。なおこの事項は3層回路の総電圧、線間電圧等で使用する知識です。では次のスライドに移ります。次に4問目は波形に関する問題です。問題の内容は図のような波形1の式が a sinθ の時 波形丸2の式を A sin 括弧シータプラス φ とした場合の φ の値を答える問題です。では動画を止めて解いてみてください。では回答に移ります。この答えは φ イ,イコールイ90度です。この問題の確認の仕方としては図の波形丸2の最大値を取る赤点においてシータに。 1 8 0度を代入して a s i n 9 0度から最大値 a となることを確認する方法があります。では、次のスタイルに移ります。最後に5問目は？指数法則に関する問題です。まず、括弧1は。10の a 乗かける。10の b 乗を求め、次に括弧2は。10の。 b 乗乗分の10の10 a 次にカッコ3はルート 10A 乗を求め,を求め最後にカッコ4はルート10の A 乗分の1を求める問題ですでは動画を止めて解いてみてくださいでは回答に移りますまずカッコ1は公式より10の A プラス B 乗となり、また、カッコには公式より、10の A マイナス B 乗となります。次に、カッコ3は、ルートが2分の1乗のため、10の A 乗の2分の1乗となることから、10の2分の A 乗となります。最後に、カッコ4は、1が10の0乗のため、 10の2分の A 乗分の10の0乗となりこの式から10の0マイナス2分の A 乗となるため10のマイナス2分の A 乗となります以上電検算子の試験直前の確認テストとして数学の確認の問題を7問出題しましたこのチャンネルでは 電験3種、電験2種、電験1種、エネルギー管理士、技術士の過去問の解説、公式の動作などを発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、SNS をしていただけると幸いです。これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。